皆さんこんにちは。今日は外食業の試験問題を読んで、3つの選択の中から答えを1つ選んでください。問題74、客室係の業務に関する記述として適切なものを選び、74にマークしなさい。あ、メイクベッドとは、使用したベッドのシーツを取り替えるなど、ベッドを新しく整えることである。い、ターンダウンとは、ベッドのマットレスの裏表を定期的にひっくり返すことである。う、客室を清掃する場合の手順として、上方から下方、手前から奥の方に行うのが一般的である。え、長期間にわたりベーカントルームとなっている客室は、家具や備品類の空拭きは行うが、掃除機をかけることはない。答えるはどちらですか？考えてください。では、こちらは問題を終わります。皆さん次の問題を見てください。